こんにちは日向陽一です今回は、えー、おすすめの信仰書ということで、えー、神を見る生活をご紹介したいと思います。えー、ま信仰書であのこれ実は、えー、と今日は2021年の、えー、と7月ですけれど、えー、今絶版ですね。 で時々、えー、再販されて、まあ、今アマゾンで見てみたら、えー、とこれ1冊1万円1万400円っていうのが1冊だけ出てました、まあ、いわゆる気象本という、えー、かあのカテゴリーに入るかと思うんですが、まあ、なかなか入手しづらい本になっていますまあ,あの横浜市の多分あの、まあ、私は横浜に住んでるんですけど横浜市の,あの図書館とかにはおそらくあると思うので えーまあ、図書館、地元の図書館とかで探してみられてもいいかもしれないです。えー、ロイ・ヘッションという方が書かれた本で、えー「命の言葉社で、えー、1962年、まあ、今から約、えー、60年ぐらい前ですね、に、えー、出版されて、えー、1970年、これ、えっ、ー、と、 こう奥付けを見ると1977年に初版5冊で1986年に新相で発行で2000年に真相再殺というふうになってますので、まあ、何度もあの、えっと、再版されてる新興、えー、書の名著になります。 動画で私がご紹介している信仰書というのは、まあこれはもちろん私の個人的なあのおすすめということなんですけれど、大体ですね、まあちょっと何冊ぐらい今まで信仰書を読んできただろうということをあの考えてみて、ちょっと想像がつかないというか、多分数百冊はまあもうあの確実に読んでますので、その中で まあ、2回読む本ってそんんななにないんですよねであの、まあ、一度読んで、まあ、これは手元に置いておかなくて、はい、もういいかなっていうものはまあ手放してしまいますのでえまず私の本棚にあの残っているということだけであの、まあ、その数百分の、まあ、100冊ぐらい信仰書が私の本棚にはあると思いますので何て言うんでしょう。あの まあその残ってるだけです結構あの私としては了承っていうかあのそういうふうに考えています。で、えー、これはあのその中でも、えっと、読み返した回数がですね、えーまあ、多分5今5回目ぐらい読んでるんですよね。ですので、えっと、とてもあのおすすめというか、えー、良い。 信仰書だと思いますで信仰書の,あの、まあ、基準としては、まあ、聖書的かどうかということですね聖書を通してイエス・キリストのことを語っているかどうかということが一番大事なんですけど、えっと、ここの、えっと、扉を見ると、まあ、現代が書いてあるんですけどね「We Would See Jesus」というあのロイ・ヘッションのもともと付けたタイトル、まあ、これ「神を見る生活」というのは命の言葉社会、まあ、翻訳の 段階で付けたタイトルですけど、これはどういうことかというと、ヨハネの12章の21節のところに、ギリシャ人たちがまあイエスにお目にかかりたいのですが、というふうに、ピリポにお願いするというあの言葉があるんですね。で、それをあの We would see Jesus。これはあのそのまま引用しているわけですね。つまり、クリスチャンの生活としてイエス・キリストを見る。 イエス・キリストにお目にかかりたい、まあ。そのことが一番大事なんだ。で、それは何か、えー、ルールを守るとか、奉仕するとか、もしくは霊的な経験をするとかっていうこと以上に、まあ、イエス・キリストを知ること、まあ、神を、イエス・キリストを通して、まあ、神を知ることが大切なんだという、えー、内容になっています。で、えーまあ、そういう意味で、 こう行動とかあのやることに集中している、まあ、クリスチャンたち、まあ、ある意味現代のクリスチャンたちは、まあ、みんなそうかもしれないんですけれど、まあ、そのようなあの、まあ、罠にはまっているというかイエス・キリストとの個人的な愛し合う関係よりも何か自分が自己実現的な、まあ、達成することのによって、まあ、満たされようとする何て言うんでしょうね まあ、心乾きつつあるクリスチャンたちへの,あの、まあ、導きとなる章だと思うんですね。まあ、序文のところをちょっと、えー、分かち合いたいと思いますけど、えー、序文この本はただ主イエス・キリストご自身にだけ焦点を合わせるために書かれた。で、えー、著者はキリスト者生活を細目化する必要はなく イエスを見るだけで十分であるということを学んだ。彼を見ることによって私たちは罪を自覚し、砕かれ、清められ、御玉に満たされ、束縛から解放され、信仰を復興される。彼は私たちのすべてが求める祝福そのものであり、またその祝福に至るための容易に近づき得る道である。 もし私たちが信仰生活の一つの面を働きに変えようとして努力するならそれは私たちにとって一つの形式となり私たちを束縛へと導くというふうに書かれてるんですねまあ簡単に言うと立法主義的こうでなければならないというまあ私たちのそのような束縛から解放してまあイエス・キリストとの交わりを そしてイエス・キリストと共に歩むその生活を送るようにと励ます書なんですね。ですのでまあ,あのもし私が持っていなければ1万円を払っても買いますこの本を。であの一生懸命探してあのまあ信仰の私が本当にあの愛,してお愛している 私を通してねイエス様を信じ,信じることになった兄弟姉妹たちになん、まあ、とかあの見つけてあのちょっとずつプレゼントしてる書でもあるんですけど、まあ、本当にあの尊いあの本当にこの,あのいくら払ってもあのいいぐらいの,あの価値がある、えー、本になっています。で、えー、ですので、えー まあこの神を見る生活ロイヘッション是非あなたの信仰の養いのために、えー、お読みいただくことをお勧めします。まあ、先ほど申し上げたとおりあ、まあ、これまず「っ、え、のー、命の言葉」者の方がこれをご覧になってれば是非、えー、また再販していただきたい、まあ、手に入れやすい価格で私が持っているのはこれ、まあ、その2000年版であの定価1,200円ですのであのこのような廉価な形でね 手手に入れられる形であの再販していただけると本当に感謝だと思います。まあ、クリスチャンたちの養いのためにぜひ再販してくださいということをここの場を借りてお願いしたいと思います。でクリスチャンの方でこれをご覧になっている方はあのまず図書館で検索して探してみてください。であのとても本当にあの信仰が養われる書なのであの例え 高かったとしても、あの、入手されることをお勧めしたいと思います。はい。ということで、えー、今回は神を見る生活、命の言葉者の、えー、ロイ・ヘッション著命の言葉者発行のものを、えー、ご紹介しました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。